裏世界ラボ。羅刹の家などの作品を世に出したレディコミの女王と呼ばれる漫画家井手千佳恵先生74歳が国際ロマンス詐欺で7500万円を騙し取られる事件が起こった。井手先生は相手がハリウッド俳優のマーク・ラファロだと信じ、言われるがままに4年間送金し続けてしまったのだ。そんなバカな、どうして信じてしまったのだと思う人もいるだろう。一体なぜ井手先生が信じてしまったのか、その手口を紹介していく。はあ、今日もマークはかっこいいわ。元から井手先生はアベンジャーズシリーズのハルク役でエミー賞受賞者であったマーク・ラファロの大ファンだった。そんなある日、ツイッターでマークの公式アカウントを発見した井手先生はすぐにフォローをして投稿ツイートにいいねを連打した。すると信じられないことに、なんとマークのアカウントから先生宛てに DM という個人的なメッセージが送られてきたのだ。え、マーク？どうしてマークが私に連絡をしてきたのかしら。もしかしてこのアカウントって偽物なんじゃ。初めは信用していなかった先生だが、撮影のスケジュールのようなことが書かれていたり、本当にマーク自身が送ってきているような内容が続き、少しずつ本人かもと思うようになった。マークが井手先生にメッセージを送ってきた理由は、以前から先生の漫画のファンだったそうだ。嘘、私の漫画を読んでいてくれたの？自分の作品を大ファンであるマークが知っていたことに喜んでいると、さらにマーク本人の自撮り動画まで送られてくるようになった。ここで先生は本物のマークなんだと信じ込むようになったのだ。その後もマークと井手先生のやり取りは続き、プライベートのことも話すくらいに親密になった。するとマークから「最近妻とうまくいっていないんだ」という相談をされるようになる。そしてここで初めて、離婚の準備をするために100万円を貸してほしいと金銭を要求されたのだ。とっても困ってる状態なのね。普通の思考を持っていたら、ハリウッド俳優がなぜ100万円ほども用意できないのか疑問に思うだろう。しかし井手先生はマークが本人であることを 100% と信じ込んでいる状態だった。もしも大好きな人が困っていた場合、自分に貸せるお金があったら助けてやりたいという気持ちが湧いてくるはずだ。さらに先生は子供がいるが全員成人しており、独身の身である。あわよくばという気持ちは誰でも少なからず持ってしまうものではないだろうか。さらにマークはドバイに12億円の資産があり、離婚が成立した場合は井手先生に半分渡すと言ってきたのだ。そんな約束をしてくれるマークを支えたいと井手先生は思うようになる。困っているなら私が力にならなきゃ。先生はマークの思いに応えようと100万円を渡すと約束した。だがそれからもマークの金銭の要求は続く。オランダのアメリカ大使館で働く友人が先生とマークのやり取りの間に入ってくれることになり、その友人の飛行機代や移動費など数十万円の細かい金額を求めてきたのだ。マークからは札束の入ったケースや大使館の友人の写真、証明書などが送られてくるので、先生は疑わずに経費を送金する。すると後日、本当に先生の自宅にマークの友人である外国人の男性がやってきたのだ。まず男性からマークから井手先生に渡す金額はかなりの大金であり、贈与すると色々と手続きが面倒だと説明された。見てください。そして男性は持っていた黒い紙にいきなり謎の液体をかけた。黒い紙は液体をかけられたことでドル札に変化する。このように特殊な加工をする必要があるので、少しの間待っててほしいという話だった。井手先生はその話に承諾し、マークから言われていた100万円をその男に渡した。マークによろしくお願いします。それからマークは妻に見つからないように映画のギャラを君の口座に振り込んだ、映画祭でもらった賞金を送ったなどと連絡してくるが、先生の口座には1円も入金されず、その間もマークは手数料を求めたり金銭を要求してきた。そんなある日、マークが仕事で東京に来ることを知った井手先生は、せっかく日本に来るなら会いたいとマークに相談する。しかしマークはその申し出に激怒する。妻にバレたらどうするんだと逆ギレされてしまった。結局来日時も先生とマークが会うことはなかった。そんな関係も3年間続くと、さすがに先生の蓄えも尽きてしまう。マークに送金するためにお金になるようなものを片っ端から売ったり、周りの人たちからもお金を借りるようになってしまった。周りの家族やマークとの話を知っていた出版社の人間が先生を止めようとするが、先生は完全にマインドコントロールをされており、すでに歯止めが効かない状態だった。どうしましょう。もう売るものがないわ。先生、これは詐欺ですよ。あなたに何がわかるっていうの。ちゃんと動画まで送られてきてるのよ。先生から送ってもらったメッセージや写真を IT 関係に詳しい方に見てもらったんです。そしたら動画や証明書など全て偽造だと。そんなまさか。それにマークが送ってきてるメッセージはアメリカ英語じゃないんです。アフリカ系の人たちが使うものだという確認が取れました。マークが私を騙すはずないわ。目を覚ましてください。井出先生は周りから嘘だと言われてもマークを信じようとした。しかしここまで来て一度もマークと会えていないことは事実であり、先生自身も少なからず騙されている可能性があると心のどこかでは思っていた。周りからの必死の説得によりしばらく経ってやっと先生は自身が詐欺に遭っていたことを認めることになる。ごめんなさい、ごめんなさい。私バカだったわ。その後娘に付き添ってもらって警察へ被害届を出しに行った。しかし海外からやり取りをされているために日本の警察だけでは限度があり、未だに偽物のマークは逮捕されていない。現在は騙されたショックを抱えながらも先生は子供たちに支えられて借金返済のために頑張っている。ちなみにマークに貢いでいる間もファンだけは裏切りたくないと漫画だけは真摯に向き合っていたそうだ。井出先生の場合は元から大ファンだったという心理をついた詐欺になったが、相手が有名人でなくとも国際ロマンス詐欺は容易に成立する。会社経営者であった40代のミカはマッチングアプリでアンドレというフランス人とマッチングした。すっごいイケメン。ハンサムで優しいアンドレとのやり取りは癒しであり、恋人を探していたミカはすぐにほだされてしまった。そしてアンドレから仮想通貨の話を持ちかけられる。仮想通貨ね。アンドレってもしかしてちょっと怪しい人？少し疑いを持ったミカだったが、アンドレから模擬取引を教えてもらうことになる。すると模擬取引ではアンドレの言うように利益が出たのだ。これが本物だったらすごく儲けが出てたのに。案外仮想通貨って危ないものじゃないのかも。さらに追い打ちをかけるようにアンドレの愛情表現がエスカレートしていく。ミカと一緒になりたい、愛している、君だけしか見えないと毎日ささやいてくるようになった。外国人だから甘い言葉でも様になるのよね。こんなにストレートに思いを伝えてくれるなんて素敵。そのうちミカもアンドレと一緒になることを夢見るようになる。そこで2人の家を買おうと提案してくるアンドレのために仮想通貨の取引を実際にすることに決めた。アンドレとの夢の家、絶対に買ってやるわ。多少不安だったが模擬と同じように実際の仮想通貨取引も利益を出すことができた。アンドレの言う通りにやれば本当に損をしないわね。それからも投資額を増やしていくミカは会社の存続のために受けたコロナ融資800万円や友人から借りたお金もつぎ込むようになる。だが投資をするほど損をするようになり、次第にお金がなくなってしまった。アンドレごめん、もう使えるお金がないの。アンドレに相談するとミカの仮想通貨口座に5200万円の送金がされた。アンドレ、私のために送ってくれたんだ。しかしすぐにアンドレからミカにお金を送ったことで自分の仮想通貨口座の出金ができなくなったと連絡が来た。急いで口座へ2700万円を振り込んでほしいと言われてしまう。投資額の大きさに怖くなっていたミカはすでに正常な判断ができる状態ではなかった。もしかしてこのままお金を返さなかったら犯罪者になるかも。そう思ったミカは親戚から借金をして2700万円を調達し、すぐにアンドレへ送った。借金は後でアンドレに説明し仮想通貨口座から引き出せばいい。そう思っていたがお金を引き出すことは一向にできない状態が続く。どういうこと？私まで口座が使えなくなってるの？さらにアンドレに連絡しても壊れたレコードのようにお金を返してくださいしか言わなくなる。ここでミカはやっと自分がアンドレに騙されていることを理解した。慌てて警察に駆け込むがやはり相手が海外に住んでいることから警察はなかなか動いてくれない。どうして？詐欺なのよ、捕まえてよ。結局ミカもお金が返ってくることはなく、親戚や友人たちへの借金を返すためにミカは車やパソコンを売り節約生活をすることになった。国際ロマンス詐欺とは恋愛感情を逆手に取った詐欺である。独り身が孤独に感じることが多くなったコロナ禍から被害は40倍になり、男女ともに30代から40代の被害者が多い。さらにマッチングアプリを気軽に使用する人が増えたのも原因だろう。同じ日本人であればある程度は警戒度は上がるかもしれないが、外国人というフィルターがかかり疑問に思っていても国や文化の違いがあると気づきにくい場合がある。ではどのようにロマンス詐欺に引っかからないようにするのか。まずは相手の顔写真を Google の機能にもある画像検索をかけることをお勧めする。詐欺師本人の顔を使うことはほとんどないので、プロフィール写真はネットで拾った画像が多いのだ。さらに英文や会話のやり取りをしている場合は相手が本当に外国人なのか確認するのも良いだろう。英語に訛りがあったり文法がおかしい場合は同じ日本人やアジア人がやっている可能性があるからだ。自分が英語に詳しくない場合は知識がある人や英語を話せる人に確認してもらうのが良い。またマッチングしてすぐに熱烈なアプローチをする外国人にも注意が必要だ。詐欺ではなくても遊び目的だったり動画を要求してくる場合もある。すぐに結婚へ結びつける相手は特に要注意だ。新しい出会いの形として SNS やネット上で恋人関係になることは珍しくはないが、愛されていると思える相手でも金銭を要求された時は一度詐欺を疑った方がいい。国際ロマンス詐欺はあなたの心をもてあそび金銭を奪うビジネスなのだから。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。